構このお客さんと近い距離で実際に話せるっていうのは自分の中で結構上位に好きなお仕事一つです。私のファン実在してるって理解できるタイミングだなとも思いますし、アニメとかゲームとか好きな人も来てくれるんで、この私の話したい欲を解消してくれる存在だなとも思います。自分のことを好きって思ってくれてる人と喋るって愛情をいただくというかパワーをもらうから、私もすごい充電できるというか、こんなところを好きになってくれてるんだとか、自分でも知らない自分が知れたりとか、よりなんか自分のこと好きになれるし、嬉しいじゃないですか、好きって言ってもらえるのって。自分の思いとか感情みたいなのを伝えてくれる人が結構多いのかなと思ってて、さっきの方も自分の最近あったお話をしてくださってて、私の胸にグッとくるお話だったんですけど、何気なく言った一言にすごい救われてたみたいなお話だったので、嬉しいもあったし、一言一言をなんか大切にしなきゃいけないなって思ったし、私が伝えた以上の言葉を多分みんな受け取ってくれる、こんだけ幸せな気持ちにしてくれてありがとうくらいのポジティブな気持ちやってきてくれてると思うので、こっちもポジティブになるし、毎回なんか特典会が終わった後は、まあ喋り疲れはありますけど、あ、今日もいい日だったなって思って帰って乾杯してますね。みんなと話すの楽しいし、その声を直接聞けるのですごいありがたいし、基本的に自分に自信がないので、ひみかちゃんのおかげで大学に合格しましたとか就職決まりましたとか、こんな私でも誰かの役に立ててるんだって、逆に私もあの皆さんのおかげでこう嬉しい気持ちになってるというか、なんか頑張ろうという気持ちになりますね。アイリスを辞めるしかない、誰よりも出し抜いてやる、今度は絶対最後まで。アイドルの右も左もわからない状態だったし、こんだけ幸せな気持ちにしてくれて、ここまで信じてついてきてくれて本当にどうもありがとう。 I for you サイリウムシャワー、 I for you アイドルは生きて、私が伝えた以上の言葉を多分みんな受け取ってくれる。私もファンを振り向かせたいし、ファンも私を振り向かせたいから、愛情をいただくというか、みんなといる時間が好き。じゃあ